韓国人歌手のジョアンが13歳の若さで死亡した本当の理由。韓国の歌手ジョアンが事故でこの世を去ってしまった。生前交流のあった音楽プロデューサーコム・ロテツヤ56が4日、自身のツイッターで狭すぎる死を悼んだ。韓国の複数メディアの報道によると、ジョアンさんは米国で11月26日に交通事故に遭い、今月2日にロサンゼルスの病院で息を引き取ったという。ジョアンさんは13歳だった。2001年に歌手デビュー。 その後も数々のヒット曲を発表し、歌唱力とダンスへの高い評価から第2の某 A と呼ばれ注目を集めた。韓国歌手ジョアンが交通事故で、出展。韓国歌手ジョアンが交通事故で多解したニュースが伝えられると、親友だったハヌルの死と共に、悲しみを広げている。画像、ニュースアン K-POP ニュース。最新ニュース一覧。楽天ウーマン。韓国女性歌手ジョアン、去年26。出展。 韓国女性歌手ジョア案、去年26歳の事故死が伝えられ、韓国芸能界に悲しみが広がる中、生前最後の放送出演となった姿に注目が集まっている。画像、ニュース案。K-POP ニュース。最新ニュース一覧。楽天ウーマン。歌手ジョア案、突然の交通事故。出展。歌手ジョア案、突然の交通事故死。26歳という早すぎる死。K-PLAZA。韓国女性歌手ジョア案が2日。出展。 韓国女性歌手女案が2日、死亡したことが伝えられる中、実刑であり男性グループ、テイクの元メンバー兼俳優のイスンヒョンがコメントを発表した。画像上、左下はスマチーウェイ、ニュース案。K-POP ニュース。最新ニュース一覧。楽天ウーマン。韓国女性歌手女案、本名イ。出展。韓国女性歌手女案、本名イ四次が米国で交通事故により死亡したことが分かった。K-POP ニュース。最新ニュース一覧。 楽天ウーマン。歌手、ジョアンが交通事故で。出展。inolife.net、韓国ニュース、エンタメ、歌手ジョアン、米で交通事故死。ステファニー、歌手ジョアンの。出展。韓国ガールズグループ、県常知機のメンバー、ステファニーがジョアンの秘宝に哀悼の意を捧げた。画像、ニュースン K-POP ニュース。最新ニュース一覧。楽天ウーマン。26歳の歌手、ジョアン本命。出展。 ポロロン速報。第2の某 A、歌手ジョアンさん、米国で交通事故で死亡。2CH、日本と全く関係あらへんがな。歌手ジョアンさん、交通事故で出店。エンタメ情報。芸能ニュース。記事、歌手ジョアンさん、交通事故で死亡。去年26歳。